先月からですね、週1回のペースで茨城県古河市の部落探訪をやってるんですけども、その動画の中で話題にしてる部落解放愛する会がどうもそれに反応したみたいで、愛する会というかね、この古河市が反応したんですね。これ4月15日の、これ茨とげって書いて警局って読むそうなんですけども、これ部落解放愛する会の機関紙なんですね。これにこんなことが書いてあります。4月14日の午前中に室長の石井博一氏から電話連絡があり、これ室長っていうのは古河市の人権男女共同参画室の室長ということですね。古河市内のある地区を、ここが童話地区であり〇〇生が関係者であるかのごとく独り言を言いながら歩き回っているのが YouTube に流されていると、まあ、これについてこの古河市が県だとか法務局に連絡して、でそれで金子書記長、これが、愛する会の書記長ですね、その人が YouTube を見たと。感想としてはけしからんということですね。旧総和町の関係住民は特にネタコを起こすな主義の人がほとんどであると言っても過言ではありません。自分自身がカミングアウトすることは何の問題もありませんが、全く関係ない他人が個人情報を暴露することは許されることではないし、犯罪であってこの現実は部落問題、すなわち部落差別です。最後に、部落差別の完全解消に向かって命を落とした部落解放運動を展開してまいりますとか書いてるんだけども、まあ勝手なことを言ってるなぁと思うし、やっぱ行政の対応って異常なんだなっていうふうに思います。最初の方からもう突っ込んでいくと、なんで古河市のね、役所がこの愛する会に連絡する必要があるんですか？この金子書記長さんってね、他調べてみるとなんか自分部落出身じゃないって言ってたそうですね。で、愛する会ってもただ一民間団体で、で、ここに旧総和町はネタコを起こすな主義の人が多いがほとんどっていうけど、これ総和町に限らず、こう、茨城県で部落問題なんかにそもそも関心を持ってる人少ないんじゃないですか。どこが部落かっていうのもね、そんな明確に知ってる人なんてほとんどいないですよ。うん、分かってるんだったら、じゃあもう解散したらどうですかね、愛する会。うん。ネタコを起こすな主義の人がほとんどなのに、こういう童話団体っていうのが存在して活動してってね、命を落とした解放運動の展開っていうこと自体がおかしいし、こういう何の指示もされてない団体にいちいち役所がこう配慮してね、連絡するっていうのがおかしいし、この法務局だとか県が動くっていうのもおかしなことです。だから、この部落探訪がいつ来るかっていうことで、なんかこう、県だとかね、他の自治体も茨城県、戦々恐々としてるみたいな話も聞くんだけども、無視すればいいと思いますよ。それこそ学校のいじめなんかをこう教育委員会とか握りつぶすような感じで握りつぶして無視したらいいと思いますよ。だって何の実害もないんだから。むしろこうやって大ごとにしてね、法務局だとか県に連絡するから、そこの役所の人がね、この何の生産性もない、むしろ害になるような仕事をね、税金使ってやらないといけないわけで、こういうことをやってることは実害であって、何もしなければ何の実害もないわけです。だからね、これ皆さんね、特にね、こういう茨城県内のも、特に、ね、行政のトップの人とか、よく認識してほしいんだけども、無視しましょう。愛する会とかね、なんか言ってきてもね、無視してね、役所から追い返してください。あれこれあれこれね、しつこく言ってきたらもうね、不退去罪でね、警察に言ってやればいいですから。こんな無視したらいいんです。この記事、ついでになんかね、金子書記長を講師として招き、人権童話研修会を開催しましたとか言って、結構ね、茨城県内の役所がやってるんですね。こんなのね、地元の人知らないと思いますよ。だから、関東ってあんまし部落問題ね、ないって言われてるけど、やっぱがっつりこうやってね、行政にね、食い込んでるところは食い込んでるんですよ。愛する会についてね、いや、びっくりしたんだけど、調べたらこんな画像上がってましたよ。これね、茨城県の阿見町っていうところなんです、なんだけども、4年くらい前これ、役場の駐車場にこんな車止まってたそうですよ。これ、部落会を愛する会の車です。僕似たような他にも写真で見たことありますね。2012年にもつくば未来市でこんなの止まってたそうですから、すごいでしょこれ。こういう黒いのぼり立てて、明らかにしろ、差別者糾弾する、なぜビビるって言って、これ、もうこの雰囲気からして、もう反社会団体そのまんまじゃないですかこれ。なんか右翼の凱旋者みたいでしょこれ。なぜビビるって言うけど、もうこの佇まいからして、なんか役所をビビらせようっていう、気満々じゃないですか。で、役所がビビった結果がこれなんですよね。こうやってわざわざこの、その部落とは何の関係もないような一団体に、
こんな連絡してきて、特別な配慮してこう役所も研修会してるわけでしょ。おかしいじゃないですか。まあ、このことをきっかけにね、茨城県の方々、特に茨城県のね、部落の方々、古河市のね、官房先の方々なんかも、こういう実態があるんですよっていうことをね、よくね、知った方がいいと思います。で、寝た子を起こすな主義って悪くないですからね。寝た子を起こすなっていうことは、こういう団体もね、もう無視しないといけないんですよ。だから皆さんね、こういう団体っていうのは無視しましょう。で、役所なんかもね、本当は無視するべきなんですよね。だから、もうトップのね、市長の方とかね、そういう役職の方々はね、こういう団体を無視すべきだっていうことでね、無視しても何の問題もないんだっていうことをね、ちゃんと意識を持っていけばいいと思うんですよね。ということでね、今日はこういうことがありましたというご報告でした。